こんにちは、七しびとさん。今日も作戦行動を始める。獣王子参加、西洋逃亡事件特別処理行動隊、通称速記隊。また元気に任務を遂行するぞ。あおお。元気なのは私たちだけみたいだね。眠くて死にそう。そんなに元気いっぱいなんて、ケイちゃん一体どんな妙薬を飲んだの？フォロワー数がどんどん増えてくのを見てると興奮して眠れないんだよね。私には濃いコーヒーを飲むより効くんだ。ケイちゃんはそれが本業だからね。私は全然ダメ。目を閉じた瞬間、自分と白露様がぐるぐる回ってる夢を見て、自分が出陣するより疲れちゃった。スーちゃん、日中ずっと寝てたよね。妖魔退治は夜に勤務が始まるんだから、太陽が出てる間に寝るのは合理的でしょ。あ、そうだ、私が睡魔に取り憑かれたっていう体で寝床に封じて、あと60から100時間くらい寝かせてくれない？ほら、私を獣王子に引き渡したと思ってさ。近くを通るたび、じっと静かにパイ打ち仲間と戦ってるところを見る。フォフォも彼女のこと知ってるの？すごい有名なんだね。え？一体誰なの？この人だよ。ほら、この投稿を見て。私の方が真面目に仕事してるじゃん。少なくともいつも通り遅刻なんて自信満々に書かないよ。師匠さん、変なところが気になるんだね。この投稿、内容がすごく変。西洋に取り憑かれていたずらされてる時の状況に似てる。もし大牧師みたいな重要な部門まで西洋に占拠されたら大変なことになっちゃう。確かに、静寂に連絡して出勤しないように言わないと。興味本位で危険区域に近づく人を出さないためにも、周知の義務は果たさないと。ちゃんには伝えたから、大牧師に行って状況を確認してみる。まずはフエンの様子を探りに行こう。お前たち、トロビを封じたんだね。他の西洋たちが震え、低く泣いているのを聞いた。みんなここから離れたがってる。獣王子の作戦は順調に進んでるみたいだけど、また私に会いに来たってことは、何か頼みたいことでもあるわけ？私をゾッとさせたかったなら成功だね。あなたと将軍が約束した通り、私たちが一回勝ったら一
つ質問に答えてもらえるんだよね。戦う前から勝つことが決まってるみたいに言わないで、おちびさん。尻尾の助けなしに西洋を捕まえる仕事を引き受けるのは少し無理があるって思わない？心を開いて私を受け入れれば、私が尻尾の代わりに力を貸してあげる。本当に？もちろん。よかった。何が？あなたは私を全力で惑わそうとしてる。それはつまり、あなたは戦いに勝つ自信がないってこと。勝算があるならとっくに私たちに牙を剥いてた。そうだよね、グエン。じゃあ望み通り牙を剥いてあげる。ケーゲンの駒どもめ。前回の勝利の喜びに浸る必要はない。お前たちに何か手落ちがあれば、その隙に私が入り込む。ケーゲンが後ろで見てないと心もとないんじゃない？何度でも挑戦してやる。お前たちは疲れ弱り果てるけど、私はそうはならない。チェックメイト。今回も私たちの勝ちだね。聞きたいことがあるなら聞けば。大牧師がある西洋に占拠されたみたいなの、何か知らない？先囚人が未来を探る場所に行くようなやつは西縁以外にありえないと思う。あいつは預言者の類につきまとうのが大好きだった。彼らと運命について話し合い、彼らが無作為と運命の狭間で苦しむところを見るのが大好きだったの。人間の頭の中にあるタンパク質の塊は計算効率が低すぎる。お前たちの運命に対する推測はただの類推と錯覚に過ぎないの。でも私たち無形目は違う。私たちが集まり共鳴して観測すれば、運命は火のように鮮明に見える。戦いの時、相手の行動を予測することができる。この能力は何よりも重要。だから両元の西洋の中で、西縁は過去を踏まえて見通しを立て、吉凶を見極める役割を担っていた。でも西縁は失敗の前兆を予見したのに、なぜか両元はその警告を無視したらしいよ。今回の目標は明確だね。早速出発しよう。私に西縁のような力はないけど、おちびさん、予言してあげる。お前は遅かれ早かれ私に助けを求めることになる。どうして獣王子の半眼も一緒なの？すごいおかしなことになってる。みんな何かつぶやいてるんだけど、
下克上の準備でもしてるのかな。まさか私が無意識に悪いお手本になってたせい。静寂さんって想像力が豊かなんだね。でもこれは純粋な事故なの。ただ詳しく説明するとなると、多分だけど今の大牧師は未知の生物に占拠されてる。つまり軽く考えて中に入ってたらあんたも被害者になってたってこと。師匠さん、秘密裏に行動するって原則忘れてない？当たり障りのないことだけ言ったって静寂に今どれだけ危険な状況なのか分かってもらえないでしょ。あれだって静寂さんみたいな無欲な人には何もできないと思うけど。私を褒めてるように聞こえたけどやっぱり褒め言葉として受け取っておくね。じゃあ静寂さんはここで待っててね。中が危険なのにここで待ってるのは変じゃない？もしここを離れたいなら無理強いはしないって、もしかして私たちと一緒に中に入りたいの？静寂さんは大牧師の状況を見たんだよね。私たちはそれを解決するために来たんだけど。うん、見たけど、このまま離れたら無断欠勤になっちゃうよね。出勤してからサボるのはいいけど、無断欠勤は大牧様が許してくれないからさ。それにあなたたちには大牧師に詳しい案内役が必要でしょ。ほら行こう。これどうなってるの？七死人さん、あんまり私から離れないで。ちょっと怖くて。この人たち何を見てるの？みんな大丈夫？道は常に一つしかないのです。牧さんに意味はない。休館の陣、なんでこんなことになってるの？見て、大牧様が休館の陣の中心に立ってる。何をしてるのかな？何かブツブツつぶやいてる様子からして航路や未来を計算してるんだと思うけど。でも休館の陣は少しも動いてない。おかしい、すごくおかしいよ。西洋、あなたたちが言っていた危険のこと、本で読んだことがある。変幻自在の成果のせいで人の夢や欲望を操るって。大牧様はそんなものに操られてるってこと？どうすれば彼女の目を覚ませるの？同心の火鈴を鳴らしてみよう。大牧様の近くで鈴を鳴らせば彼女と西洋が共有している元凶に入れるかもしれない。静かに、大牧師で騒ぐでない。目が覚めたんですね、大牧様。それとも今はサイエンって呼んだ方がいい？お前たちが我をどう呼ぶかなど重要ではない。不言だろうがサイエンだろうが、大牧師唯一の主であることに違いはないのだから。もっか、占いは正念場を迎えている。他者の邪魔は許されない。獣王氏の半眼だろうと、請求列車の客人だろうと、ここに立ち入ってはならん。静寂、またお前か。お前が部外者を連れ込んだのだな。お前、我が日頃から立てている規則を無視する気か。静寂、
お前はクビだ。クビ？それってくっ、一瞬でこっちの戦力を一人減らした。最高じゃん！えへへ、私も就業時間内に遊んでるのはみっともないと思ってたんだよね。パイを打ちながら大牧師の給料をもらうのは、なんていうか、あれ、なんて言うんだっけ。それは違うかな。任された仕事は時間通りに終わらせてるし。正解は命の無駄遣い。背中を押してくれてありがとうございます、大木様。あなたも私の才能をここに埋もれさせるべきではないと思ってるなら、私も何とかして変わらないといけませんね。でもその前に、大牧師が直面している面倒事を解決するために、この人たちを手伝わないといけません。さもないと同僚たちに逃げたからクビにされたんだって思われちゃいますから。さーて、これから何をすればいい？かっこいいセリフを言うことに気を取られてたけど、どうすれば大木様を暴走状態から解放できるの？私にもわからない。あの西洋は私たちを明鏡に捕らえるつもりも攻撃するつもりもないみたいで。暴走状態？我は冷静だ。むしろ過去にこれほど冷静だったことはない。今から我は全身全霊をもって千秋同盟の定められた未来を計算する。そしてその未来を天下に伝え、人々が寸分の迷いもなく生きていけるようにするのだ。お前の言いたいことはわかる。人の力は必ず自然に打ち勝つことができる。自由意志。しかし、これらは人間の脳が作り出した幻覚に過ぎない。道は初めから一つしかないのだ。お前は性格ハンターの手中にある駒の一つに過ぎない。列車に乗り、誰を敵と定め、どこへ行くのか。お前が心のままに下している選択は、やがて運命の道で合流する支流に過ぎないのだ。千秋を助け、元老を倒した今回の旅で、お前は深く実感したのではないか？全ての結果は幕の背後に隠れている奴隷によって脚本にされていると。例えば今お前にできる選択は、バットを振りかざして我に向かってくる。大声で我に無駄な論白をする。何も言わずに黙り込むしかないだろう。ちょっと、彼女の言葉に騙されないで。きっと他の選択肢だってあるんだから。よく考えてからまた我に会いに来るといい。これらの取るに足らない線、それでも納得できないというのなら、我が運命とは何かを見せてやろう。なら、これは私たちが陣形しろって呼んでるサバンで、
大牧師の人が演劇したり頭を鍛えたりするためのものだよ。でもどうして私たちをここに連れてきたの？そうだ、聞け。この小さな迷路に気候を入れ命令を下すと、気候は命令通りに道を見つけ出口へ向かう。これは運命の中にいる人間に似ていると思わないか？だが我にはお前の答えがわかる。人は機械じゃない。あるいは世界に道は一つだけじゃないだろう。我らはより複雑になっただけの機械と変わらない。この迷宮にいる気候と同じで多くの選択肢を見ることはできない。最短の経路に沿って唯一の道を行くしかないのだ。さあ始めよう。気候をサバンの出口まで導くのだ。お前たちがどうやって運命を選ぶのか我に見せてくれ。なんか西洋の調子に乗せられてる気がする。さあ始めよう。小テスト。解けた。よろしい。お前たちの選択は方眼で見た通りだった。分かっただろう。この問題には最初から答えが一つしか存在しないと。まるで運命の道が一つしかないようにな。その通り。誰かに作られた問題にとって正解以外の選択肢は何の意味もない間違いでしかない。でも宇宙は誰かのゲームじゃない。私たちのために問題や回答を用意してくれる人もいない。宇宙に唯一の解なんて存在しないの。その中にいる私たちはどんなことだってできる。同じ日の仕事でも書庫に隠れて本を読んだり誰か探してパイを打ったりできる。それが自由ってものでしょ。そんなだらしないことをこんな堂々と言えちゃうなんて一理あるように思えてきた。大牧師の牧者って許容があるんだね。スーちゃんしっかりして。サボりの採用に洗脳されちゃってるよ。静寂よ。お前にとって人生には無限の選択肢があるように見えるのかもしれない。それはお前がする全ての選択がお前の毎日と同じように無意味で虚しいものだからだ。しかし我にとって選択は全く異なる結果をもたらすだろう。はあ、本当に大木様らしい人情味のない発言だね。我は先週ラフの大牧として重い責任を負っている。日々複雑に絡まった運命の糸を整えなければこの巨漢を守ることなどできぬ。一見魅力的な分かれ道でもその先を見ると踏み入れたら最後、永遠に戻れない深淵が広がっていることがある。いくつかの小道は演劇できないほどの暗闇に入り込んでいる。そして結局のところ我は気づいたのだ。我らに選択肢などないのだと。怪人と苦渋に満ちていたとしても唯一の道を進み最適解に向かって走るしかない。道は常に一つしかないのだ。どうしよう、なんか説得できる気がしない。もっと複雑なサバンにしてみるのはどう？どれだけ長くこのゲームで遊ぼうが、どんな手を使おうが、喜んで付き合おう。静寂さん？
お前たちの自由意志で気候をサバンから連れ出してみせろ。さあ始めよう。今回のサバン、道は少し変わってたけど、前回と同じくらい簡単だったね。大木様、きっとこう言うんじゃないかな。運命の道は一つしかない。お前の選択はとっくに定められた唯一の答えなのである。私はそうは思わないな。大木様、このサバンをリセットして、もう一度最初から始めない？また最初から？今のサバンの道を変えずにか。あと1万回試そうと結末は決まっている。道は一つしかないのだから。わかった静寂、お前は本当に面白い子だな。静寂ちゃん、さっきこっそり計算してみたんだけど、この問題確かに答えは一つしかないみたい。これはサイエンが設定した謎解きだから、どうしようもないよ。二つ目の解き方なんて存在しない。私たちがサイエンの運命ゲームにこだわってる限り、勝つことはできないと思う。ううん、二つ目の選択肢はある。みんな、選択肢は永遠に存在するんだよ。七し人さんからも何か言ってくれないかな。そういう意味じゃなかったのに。始めるのか？このサバンには当然二つ目の解き方がある。今から私の考えを言うから、みんな手伝ってくれるよね？静寂さんがどうやって問題を解くかはわからないけど、半眼として何としてでも使命を果たさないと。静寂ちゃん、私も手伝うよ。何か妙案を思いついたんだよね。うん、静寂が私たちのことを使ってくれる限り手伝うよ。そんなに人手は必要ないから、二人だけで大丈夫。ねえ、サバンに入ってあっちのあの場所に立ってくれる？ハンガンさんは反対側のその位置に立ってもらえるかな。震えないようにね。うん、よし、これで二つ目の道が現れた。さあ始めよう。
これも仕事。これが2つ目の解で、2つ目の選択肢。私はこのサバンに異なる答えを作り出した。大木様、問題を作れるのはあなただけじゃない。そして運命の道を進むのも私一人だけじゃない。人を呼んで助けてもらえば第二の道を作れると思ったのか。お前のそれは概念をすり替えているだけだ。このような道を我は数千数万と編み出すことができる。しかしそれらも結局は同じ終点にたどり着く。このような選択に何の意味があるというのだ。そうそう、ヨーマ、あなたは人間のことを全然分かってない。宇宙はね、パイを打つテーブルの上にある微玉パイと同じなの。 C パイが終わった時にはほとんど勝敗が決まってる。テーブルの上にどんなパイを打つのか、灰山にどんなパイが残ってるのか、隣の人はどんなパイを持ってるのか、そういうのは全部計算できる。でも計算だけじゃ味気ないでしょ。臨機応変に対応して、ヘイが攻めてくれば勝で防ぎ、紆余曲折を経て結末にたどり着く。少しの計算と少しの未知、そして少しの制御不能な要素が微玉パイを、生活の面白さを構成している。目の前の対局が必ず負けるからって私の選択は無意味なものになるの？そんなことない。だって選択そのものに意味があるんだから。私が少しでも面目を保てる負け方ができるよう選択を続けるように、大木様も目標のために彼女の選択を下してる。さっき言ってたよね、大木は日々複雑に絡まった運命の糸をきれいに整えなければこの巨漢を守ることはできないって。宇宙なんて敗者しかいない対局の中で、彼女は選手ラフを一秒でも前に進ませるために絶えず選択して絶えずあがいてるの。大木様は私の中で最高のパイ師なんだ。大木様みたいな人なら運命は定められてるなんて惑わしに理由もなく思い悩んだりしないと思う。西洋、あなたは人間の醍醐味を知らない。運命は定められているなんて幻覚にとらわれているから、未来を見る人に自分と同じ苦痛を味わわせたいだけ。なあ、あなたってば本当に人間のことを何も分かってないね。うわあ、動揺するな不言、我を拒むな。こんな小娘の戯言に騙されるんじゃない。サイエン、大木様から離れなさい。見えるぞ。我は失敗する、我は勝てない。なぜだ、なぜ二つ目の道がないのだ。宇宙の全てはすでに決まっている。世の万物に法理あり、人事はなす。地上がス…あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。こいつ、僕は友情を重んじるタイプなんで。期待しちゃってます？お客様を裏切れと追加料金ですよ。さようなら。痛くないの？
占いましょう。そうよ、一体新しい勝負。はい、カーブー。落ち着いて呼吸する、その感覚。砲丸を持ってみる。立ちなさい。生産しましょう。本名転換。期待しちゃってます。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。素晴らしいと、さようなら。パン、消化勝利。僕は友情を思う。いや、落ち着いて。世の万物に人事をなす。痛くないね。大木様、大丈夫ですか？大丈夫。少し頭が痛むだけ。西洋に取り憑かれると具合が悪くなりますよね。でも丹薬を飲めば大丈夫だと思います。この火の塊が西炎、大した力はないのに取り憑かれると果てしない絶望に襲われるのよね。早く早く我を暗闇の中に。見えたぞ、お前たちは我を監獄に入れる。静寂、助けてくれてありがとう。気にしないでください、大木様。あ、そうだ、さっき西洋に取り憑かれてた時、私をクビにするって言ってましたけど、あれは本気ですよね。これから書面で通知して一方的に解雇してもらえますか？私が大牧師で適当に過ごしてきた年数を考えれば、かなりの額の賠償がもらえるはずだよね。くふふふふ。それを元手にパイソーを開いて、従業員も何人か雇って、そこで出た利益で暮らして、働かなくてもいい生活を始めるんだ。さっきの静寂と同じ人間だとは思えない。さっきは随分適当なことを言っていたようだけど、残念ながら一言も覚えてないわ。ところで静寂、ここで何をしているのかしら。今は書庫で働いている時間でしょ。大木様は約束を守る人なのに、言ったことを取り消しちゃっていいんですか？もちろん、人生にはいつも選択肢があるってお前が教えてくれたんじゃない。はぁ、押し切れなかったか。大木様は少し休んでいてください。私はサボじゃなくて仕事に戻りますから。バカみたいなことばかりしでかして面目丸つぶれね。ええ、彼女の口を封じる方法を考えないといけないわね。冗談よ。西洋は人の弱みにつけ込むのが得意だから。弱みは誰にでもありますから。これは不元様のせいじゃありません。
そうそう、フゲン様は被害者なんだから自分を責めたりしないの。お前たちの協力には心から感謝しているわ。大牧師は思わぬ災難に見舞われた。私は全体の指揮を取らないといけないから、失礼かもしれないけど見送りは遠慮させてもらうわね。あ、ちょっと待って、あと一つだけ用があるの。何かしら。大木が西洋に取り憑かれたという話が広まるのは良くないのね。分かった、名前と身分だけ伏せてくれればお前たちがどう改変しようと構わないわ。私にはまだ仕事がたくさんあるから申し訳ないのだけど、今日のお礼はまた後日にさせてちょうだい。じゃあ私たちは邪魔にならないように行こう。これから水炎で西炎を封印しないと。収穫！君たちの作戦は順調に進んでいるようだね。ラフ雑草でいろいろな怪異物語を読んでいるが、実に面白い。駅に優れたものは占わずと言われている。長年泉州の吉凶を占っていると、どうしても心に魔がすくい、西洋に付け入る隙を与えてしまうんだ。幸い君たちの助けもあって、フゲン殿は今回の災難を乗り越えることができた。君は講談を聞いたり元気を見たりするのは好きか。講談にしろ元気にしろ、全ての物語の結末は決まっている。だからといってその物語を楽しむことを放棄したりはしないだろう。人生と運命も同じ道理だ。結末が決まっていようがいまいが、経験する価値はある。ああ、カンア殿が妖魔沈めの塔で君たちを待っている。みんな、獣王子を代表して大牧師の災いを収め、大きな手柄を立てたこと、私も誇らしく思う。この件は獣王に報告して、ちゃんと表彰してもらうから。ありがとうございます、カンア様。今回は、静寂さんの助けがあったので、スムーズに西炎を倒せました。まさか、フゲン様のような正確に先を見通せる人まで西炎に惑わされるなんて。とはいえ、私も彼女の苦悩は理解できる。私たちは
それぞれ見えない道を寸分たがわず進んでいるから。半眼は獣王の指示に従って命令を遂行するけど、その意味を教えてくれる人はいない。それは大木様も同じ。どんなに残酷で恐ろしい選択を予見したとしても、それがラフの人々のためになるものなら、彼女はそれを選ばなければならない。もしかしたらその方策は遠い将来を見越したもので正しいのかもしれないけど、私たちは生身の人間、選択をする過程で苦痛を感じてしまうものなの。カンアさん、ごめんなさい。ぼんやりしてた。ずっと書類仕事をしてたから少し疲れてるのかも。今日の用件は済んだから、みんなゆっくり休んでね。うん、今日のところは解散しよう。カンアさんも無理しないでね。やっと寝床に戻れる。じゃあね。Choice, go fight!